みわさん、これさっき言ってた、はい、ファットチェッカー、はい、ちょっとなんとなく、まあ、この辺まで、あ、この辺まで、まあ、ちょっと難しいんですけど、この辺まで打つような感じで、この辺ね、ちょっとショートパット、この辺まで打つイメージで、あ、もうね、すごい自分がもう右に開きそうって分かるイメージが、うん、あ、ちイメージでしたね。でも、まあ、そのあ、なるほどね。そう、なんか平らなとこじゃないとなかなか余計に難しいんですけど、フローリングでやるといいのね、確かに、うん、やっぱ全部こっちに行っちゃうね。ちょっとミオさんやってみてよ。ちょっとふわふわしてますもんね。ふわふわしてるし、ちょっと平らじゃないと。おー、行ったギリギリ行って、こっちに行った。あ、でも結構もうね、構えただけで自分の癖わかるね。でもどっちに行きやすいよ。私は右ってすごいわかる。お、うん、行った。あ、全然違う。ちゃんと行くとちゃんと行くね。はい、ちゃんと転がるって、なんか場所取らないからすごいいいなと。試してみてください。景色綺麗。そうですね、私のボールの方に、ね、さんボール狙い。ミホさんボール狙いだじゃないね、それナイスオンじゃないですか。ちょい手前、ちょい手前。ショートさせないっていう気持ちがいつも応援するんだけどね、ミスを待つメンタル。ここ、みほさん左危ないですね。左危ないね、うん、右目にみほさんと回していかないと。ピーチ結構触りますよ。これ結構前ですね。これは前80ヤードぐらい違います。うん、5番ウッドもない。そういえば、そういえばそうですね。5番ウッドと27度がないの。ない。ナイスショー。すごい、ありがとうございます。絶妙なコース狙っていきましたね今そこ狙う。ニアピン。いやー、ニアピン。ナイスショー。もうちょっと左から行くのかなと思ったら、でもなんか私的には左の方が危ない。あ、なるほどね。はい、ってイメージなんで。右ラフ OK で、はい、右目に打ってフェアウェイ残ったって感じだった。そうですね。ナイス判断ですね。私からだと景色がもう全然違うから、でもやっぱ心さんも右目狙いだと思います、うん、ここは。そうだね、左すごい浅い、はい、こっちだな。こっちに構えてじゃないとチーピン強くなっちゃうから、左に構えて。やっぱり右に打たなきゃいけないからみたいな、うん、
プッシュ OK と思っていた、うん、そうですね、うん、大きいバナナ描かなきゃいけないからこっちで構えこうそ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 うでしょう。ナイスです。ここは何としても取りたい。追いつきたい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 ぞ。ラブがなくなってきた。なくなって考えなきゃいけなくなってきました。160ちょっとまあショートかな、うん、まあ少しフォローなんでもしかしたら行くかな、いい感じに行くかもしれないんですけど、これも右目狙って、はい、あ、行ったね、これ捕まった捕まったけど、バンカーは避けるっしょ。まあまあまあ、グリーンかもしれないですね、うん、ナイスオン。でも言い訳したい、7アイアンで打ちたかったのになかった。強気もう強気でいかないとさ。あ、てかマジ先生ちょっとこれマジやばい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 先生、あ、やばい、押したやばい、押しちゃった。あ、ダボった、やばい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 。ナイスパー、ありがとうございます。ナイスパーか。2本どれいきます？そろそろ悩んできますね。これ2021お、ユーティリティ21と、うん、9番アイアン18番ですね。ユーティリティ3本あるんだね。確かに6番いらないかもしれない、ね、じゃあ9を9を戻して戻して 6をさよならします。飛ぶから1、2、3、これはちょっと練習。2、3、4、5、6、7、8、まだ8本もあるまだ8本もある。だってもう3ホール勝ってるからさ、あと4ホールしかないわけと思うと、私がすごい頑張って今からここからだね。じゃあなんかしますか、もう一段階。このホールでだって決着が、あ、ついちゃう。でも頑張れよって話だよクラブも抜いてんのに頑張れよって話だよ。大丈夫、もうちょっと頑張ってみて。でも決着ついちゃったら普通にゴルフしよう気楽に気楽にドライバー、これ攻めます。まだドライバーも抜いてないナイスショー、ありがとうございます。すごいいいとこ行っちゃったよ。よし、マジか。ポコンポコン、切れバンカー手前。そうですね、200しかない。200ヤード210ぐらいですかね。ちょっと上げてるんで、はい、バンカー入ってもいいぐらいな感じです。プレッシャーかかるなと思ったら自分だったプレッシャーをかけないようにするのが大事。プレッシャーをかけない。入ってもいいよ。風、おお、いいとこいいとこ。
手前手前。お、いいですよ。お、お、いいですよ。いい？いいですよ。私バーディー取ったら倍でいい。はい、やった。じゃあ丸が増える。2つ。私がバーディー取ったら丸を2個にしてもらいました。ワンピン左。ちゃんはどんなショット一応プレッシャー与えたんだけどな。いやもう与えられてますよ。すごい近いですもん。あれは絶対入れる。入れさせてくれ。44ヤード。あーこれも近いな。ちょっと待ってやめて。ねえねえもっと近いもっと近い。いやそんなことないです多分。あれ縦距離あるかな、はい、お互いすごい近いんですが、美穂さんがさっきバーディー賞の2点はくれるっていうことなんで、いやもう絶対入るから私絶対入れないと。私の方が綺麗だ。絶対入れる。チャンネルはそのままで。絶対入れるから。チャンネルそのままでした。今どうせ入んないんだろうみたいな絶対あったと思うけど。ナイスバーディー。やったー。ターン外したら私4点持ってるんでしたっけ。3点持ってる。あ今あじゃあもう完全にこう完全に均等になる感じですね。均等になる。しかもクラブも減り続ける。え、あ今は減らないよ。入ったら減らない。入らなくても減らない。えでもバーディーだったら減りますよね。減る。バーディーだったらクラブも減る。なんか分かんなくなっちゃった。何がいいのか。いろいろルールつけすぎ。いや、とりあえず私は入れます。あ、普通に入れられた。よし。すんなり。よし。ってことは1点リードのままクラブ減らない。え、バーディーだもん。そうだからナイスバーディーでバーディーだと2個減るんですよ。あ、そうだっけ。あれバーディーだと私なんか自ら首絞めた感あるけど。残り3ホールに来て美穂さん、はい、クラブバーディー取っちゃったんで2本あれ取んなくてもよかったのかな。いやでもやっぱそこはそうですね。やっぱできない、できない、できないですね。そういうのできない、そういうのできない、はい、2本ここに来て2本結構ですよ。そうなんですよね。感じのある2本かなと。何にしよう。50、P を抜きますまず、はい、P と、なんかすごい迷ってるけど、なんか下の方はパー5だから大事だと思うんですよね。そうだこのドライバー抜こうかな。そっか、ドライバー抜きます。ドライバー抜きます。さよなら。さよなら。増えてきたクラブがこっちに増えてきた。1、2、3、4、5、6だいぶ少ないね。こう見るとそうですね。